中にキャンプヒルズ、今日は埼玉県富士見市にありますキャンプヒルズさんに来ております。おーすごいですね、すごいですね。はい、ということで今日ご案内していただけるのはオーナーの萩原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これなんすか。初めて見たんですけど、これいいっすね。ちょうどいいサイズ感じゃないですか。超いいっすよこれ、まあ、簡単に取り出せて、はい、焦げ目もつかなくて、へ、洗いやすくて、はいはいはい、確かにこれまだ未発売なんですよ。あ、そうなん、はい、これは萩原さんが欲しくて、そうです、今ちょっと作ってる最中でもいいね。もうなんだろう、すぐ料理できますもんね。確かに肉焼くのもいいし。こんなガス感ありましたっけ。これえ、何それ。これカバーなんですよ。あ、本当だ、カバーだ。あ、切れ目がある。え、貼られてるんですか。そうです、マグネットなんですよ。え、剥がして大丈夫ですか。剥がして大丈夫です。おお、本当だ。かっこいいじゃんこれ。これオリジナル商品ですね。一応そうなんですけど、まあ香港の、ピカルパックワークショップっていうところに依頼して名前を入れていただいたんです。キャンプヒルズって書いてる。ね、入ってますね。この状態で売られてるってことですね。はい。ジュニアサイズもあります。これ3色ですか。そうです。オリーブとサンドとブラックですね。うんうんうん、はい。1200円。はい。こ、安っ。安っ。あと買おう。これも買おう。お買い上げありがとうございます。失礼します。まあ上の形はまあヘリノックスとかで見るけど、はい、この下ヘキサスっすね。カーボンかっこいいっすね。ですよね。男の憧れ。なぜかカーボンに惹かれるっていう。六角形やっぱ珍しいですよね。そうですね。真ん中にキャンプヒルズって入ってますね。ダブルネームですね。あ、そうなんですね。はい、これも香港のピカルパックワークショップのはいはいはい、はい、プロダクトですね。へえ。わあ、すげえ。これをね、ちょっと伝えられないのが残念なんだけど。でヘリノックスの足は、S と M 対応してまして、うん、こちらが M の穴。はい、こちらが S 用の穴。ああ、なるほどなるほど。あ、じゃあもう天板だけ販売されてる感じですね。そうです、天板だけですね。うん、はい、うんうん、じゃあもうすでにヘリノックスを持ってる方にとっては、はい、もう天板差し替えれば、はい、これができると。そうです。おお、これかっこいいわ。買えるのは今のところうちだけです、ね。あ、そうなんですか。はい。ほう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 。こっちのスクエアも販売されてるんですかね。そうです。長方形の方。はい。はい、もう天板だけですか。天板だけです。はい。はい、そうです。おお、綺麗綺麗。今新品出しました。なんかパーツみたいですね。そうですね。へえー、まあ、こういう形で販売されてるので、へえー、いやかっこいいです。ぜひおすすめです。はい、これね、うん、これはね、なんだろうな、オプションなんですかこれは。そのこの天板の。天板とは別で、あの、はい、エッジスタンドっていう基本のセットがありまして、エッジスタンド、こちらにあるのが基本セットで、はいはい、高さはまあ90センチ、90センチ、この3本の、ポールと、うん、あとコネクターですね、はいはいはい、クランプになってまして、うん、はい、下からね、ボルトで止めているんですけど、厚さは 33mm まで33mm つけられまして、じゃあ大体、はい、大体のテ ー、テーブルに装着できますね。椅子のアームとかですね、うん、はい、これはですね、ここにライトが欲しいって言った時に、はいはいはい、簡単に取り出して組み立てて装着できるので、はいはいはい、発売当時から非常に、はい、受けてます。ネジで、あ、ネジなんか回すんですね。あ、じゃあもう2本にしてもいいし、はい、ということですね。そうですね、はいはいはい、おすすめは3本。そうです、基本セットは3本です。はい、なるほどなるほど。で1本延長で600円で販売してます。安い。へえ、はい、あとは、地面にも、打つことができまして、ペグをペグハンマーで地面に打っていただいて、あとはくるくる同じように回して装着します。あ、そこも抜けるんですね。ここも抜けますので、なるほどなるほど、地面に打つ場合はちょっと下がってしまいますので、はいはいはい、まあ、延長1本とか入れられる方が多いですね。あ、なのでよくペグと延長ポール、はい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 、一応セットのような形で出ていきます。あ、ペグ持っといてテーブルにもつけておいて、はい、
まあ、ちょっと、まあ、配置換えみたいな感じですぐできますよね。そうですね。あと一つ難点がありまして、はい、天板 の、うんうん、あの装着する側のボルトが刺さる側が傷つきやすいです。あ、はい、それを解消してくれるアイテムがありまして、そんな便利な、はい、人のためを思う商品があるんですね。こちらのエッジスタンドプレートっていうものです、ね、売ってます。すごい、かゆいところに手が届くアイテム、はい、ここにボルトを通す穴が開いてるありまして、しかもこれでもキャンプヒルズってちゃんと入れてるんだ。入れていただきました。ただあのプレートをつけますと、先ほど 33mm って紹介したあの、はいはいはい、厚さが、26mm まで、あ、なるほどね、はい、少なくなってしまいます。プレートの分もらえたらですね、はい、大体のキャンプロール大体いけますいけますよ、はい。そっちにはないものがこっちについてるんですけど、これはですね、これもね、別のあのアルミの削り出しで作ってる方がいらっしゃいまして、はいはいはい、そちらからいらっしゃっていただいてるんですけど、はい、はい、ここね、ここやめてますね、キャンプやめてますね、もしかしてってるんですよ、はい、入れていただきました。あ、つなぎ目にこうあれですかね、はい、合わせる感じ、挟んでるような形ですね、はい、上は乗せてるだけです、ね、はいはいはい、拡張してもう一本入れると、はい、固定されるそうですね、はい、基本のセットはあの3本とも同じ色です。ブラック、はいはい、チタンからレッドですね、うんうん、はい、あ、なるほどなるほど、あ、レッド、これもあるんだ、はい、レッドはそちらに、あ、なるほどね、使ってます。北海道から生まれたトリパスぐるぐるファイヤーっていう商品です。出ました。サイズは M サイズ、初めて見ました。これ M サイズですね。これが最初のセットですか。これが最初の基本のセット、基本セット、はい、M サイズで 23,800 円の消費税、うんうん、ここ開けるとさ、結構キノコっていうか飛んできません？そうなんですよ、結構風の影響を受けやすくて、そうですね、燃焼もその分激しいですね、はい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 、そんな時にあのオプションで発売されたのがですね、風防っていう商品なんですけど、はい、そのままそのままの、はい、4枚のパネルなんですけど、壁って感じです。こちらをあのこの溝に爪2箇所をはめていくような形です。うわ、もう置くだけなので、これでだいぶあの薪の消費が落ち着きまして、はいはいはい、まあ、大体3分の1ぐらいになるんじゃないかなと。じゃあもうめっちゃその他にもオプションありまして、はい、こういったクロスして五徳、はい、です、ね、商品名の五徳です。気持ちいい。こちらは溝があの2つついてまして、こちらが S サイズ用の、はい、普通の合うようなクロスで、あ、ここに置いてもらっても大丈夫ですか、はいはい、あとはですね、これも飛んで、あのラウンド型の鉄板がありまして、鉄板が最初からあるんですね、はい、はもう鉄板だけで9800円ですね、 M サイズ用は。溝にあはまるはまるというか、こういったものが付属でついてますので、こういった形で、はい、焼肉屋さん、焼肉屋さん の、 あ, のあれのシステムです。そうだね、着火剤を入れて、はい、燃え始めたら、はい、この小枝から、そうですね、小枝から入れていただいて、はい、ただ灰の受け皿にあの灰が溜まりますと、はいはい、あのすごい熱を持ちますので、でね、下が芝だと、あ、本当に四角く跡がついたっていう人がいましたので、下にスパッタシートとか引いていただいて、うん、あとはこちらですね。ゲーム。こちらはまあ組み立てになってまして、同じく。かっこいい。これはですね。わあ、すげえしっかりしてる。でこちらにあの置いていただいて。まあ、高さも出るので、立って焚き火するときに暖かさがあの違うと思いますね、はい、下で使っているよりですね、はい、どうやって持ってくるんですか、このまま、はい、このまま持ってくるんですか。これはですね、はい、あの灰の受け皿と薪台が身と蓋になりまして、この灰の受け皿に全部入ってしまうんです。はいはいはい、やってみましょうか。ぜひぜひお願いします。すげまあ目の前に5台分の、はいはい、駐車場のスペースがあって、はい、ここで、ここでこちらテント、まあ、あの晴れてる日はね、はい、立ってるってことなんですけど、はい、例えば、ここに気になった商品があって、はい、これちょっと見たいんですけどとか言ったら、はい、買ってもらえたりするんですか。そうですね、お店にあるテントで展示品として、はいはいはい、あの扱ってるテントであれば、うん、あの貼ることができますので、お電話いただければ、うん、あの前もって
貼っておくことができますので、お問い合わせいただければと思います。はい、じゃあ、ギョラさん、どうもありがとうございました。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 ありがとうございます。